染料は色鮮やかな赤い実をつけ日持ちがすることから長寿につながる縁起物として古くから人気があります。岡崎市の駒立地区では山の地形を生かし染料の栽培が盛んです。岡田増夫さんが所有する山の斜面でも家族やパート従業員らが真っ赤に色づいた染料を出来具合を見ながら切り取る作業に大忙しです。今年は夏の猛暑が長く続き生育が心配されましたが、先月以降は天候が安定し出来は平年並みだということです。収穫は来月中旬まで続き、実の数や見た目のバランスなどを基準に6つの等級に選別され、およそ4万本が豊明市にある牡蠣の卸売市場に出荷されます。